イーダインホバー A02 インホバー A02 バイイーダは、第、HTC によって開発され、au ブランドを展開する KDDI 及び、沖縄セルラー電話の第3世代、第3.5世代移動通信システム、及び、第3.9世代移動通信システム対応ストレート型、スマートフォンである。製造型番は、HTX21、2013年度、グッドデザイン賞受賞。 グッドデザインベスト100選定商品となっている。イーダプロジェクトとしては第3弾となるスマートフォンである。また、インフォバーシリーズとしては初めて防水および防塵性能に対応している。製造元は HTC。新規設計のためベースモデルは存在しない。プロダクトデザインはシリーズを手掛けてきた深澤直人が引き続き担当。ボティは アルミフレームを採用しており、側面部は手に馴染みやすい曲面仕上げとなっている。ちなみに、アルミフレームの上部右側はワンセグ用、下部左側は通信用のアンテナを兼ねている。背面部はバッテリーカバーが外しやすいように爪が入る構造になっており、バッテリーカバーだけでなく外部接続端子のカバーを開けるときの呼びかけになるほか、スピーカーホールとしても機能する。また、 ストラップホールも用意されている。端末内のサウンドデザインは、コーネリアスの小山田慶吾が担当しており、効果音だけでなく、着信音もコーネリアスによるものとなっている。UI は、HTC 独自の HTC センスではなく、e d a UI 2.0が採用されている。こちらはインフォバー A01 に引き続き中村優吾が担当する。 など PC 向けウェブブラウザが標準装備されている。携帯向けサイトは他のスマートフォンや PC と同じく閲覧不可。2013年4月11日、バージョン1.20-971.1のアップデートが行われた。主な内容は以下の通り。2013年12月18日、バージョン1.25-971.1の アップデートが行われた。主な内容は以下の通り。ありがとうございます。